体調した後には一回立ってこうお尻の位置を調整した方がいいですよね。ケルモビールです。長野県にお住まいの堀内宗義さんの一日に密着しました。この日はコンサートを見に行くために外出します。現在36歳。22歳の時に事故に遭い、頸椎損傷で体の機能の大半を失ってしまいます。周囲のサポートを受け、少しずつ自由を取り戻してきた堀内さんですが、いつも何かが足りないと感じていました。受賞後14年目にして初めて本当の自分を取り戻せるものと出会いました。それがペルモビールの F5 だと堀内さんは言います。堀内さん、移動した後には必ず立ち上がります。自宅からバス停まで2キロの道のりを難なく走破した後に立ち上がりました。傾斜や段差の振動により多少ずれてしまった姿勢を直すためだそうです。堀内さんはなんと立つことにより座った際の良い姿勢を自分で取り戻すことができるのです。2016年4月に施行された障害者差別解消法でたびたび話題になるのが合理的配慮という言葉です。今回も考えさせられる場面と多く出会いました。まずはバスへの乗車方法です。堀内さんは前日にバスの予約を入れたそうです。スロープにより難なく乗り込むことができました。前輪駆動の車椅子なので切り返すことなく壁際にぴたりと停車することができました。手に自由がないためカバンをバスの運転手さんに当ててもらい支払いを済ませます。堀内さんはカバンの分かりやすい場所にバスカードを入れておく、そして自分の代わりをしてもらうことで一人での外出が可能となっていました。長野駅近くのホテルにチェックインです。ホテルにはスロープがあり、車椅子でのアクセスに問題を感じませんでした。ホテルに入るとすぐに立ち上がります。堀内さんは障害によりお尻に痛みを感じません。頻度よく立つことによりお尻への圧を減らすことが可能です。さらに座骨の部分には空気椅子でできたロフクッションを使用することで褥瘡の予防を行っています。とても眺めの良い部屋でした。堀内さんの一つの趣味は写真撮影です。障害により手で持ち上げてカメラのファインダーを覗いて撮影することはできません。左の非常機に搭載されたカメラを右手にあるスマートフォンの Bluetooth 機能で操作し撮影を行います。スマートフォンをタップすることで自分の好きな写真を撮ることができます。お気に入りの写真を撮るにはカメラの高さや角度を変えることがとても重要です。車椅子に搭載されている座面昇降機能や座面が前や後ろに傾斜するティルト機能を使い自分の好きな目線で撮影を行います。堀内さんの行きつけの洋服店です。店の前に着くと店員さんがドアを開けてくれました。車椅子の幅ギリギリの通路でしたが、店員さんに少しだけ物をずらしてもらうことで店内を動き回ることができました。座面昇降機能を使い商品棚の上のものも確認することができます。お気に入りのシャツを見つけ鏡の前で合わせます。もちろんシャツを合わせるときにはしっかり立ち上がって自分の体に合わせます。熱感の上いきます。俺への対応が超ベテランです。行きつけの立ち飲みバーに行くとお店の人がカバンを開け、お財布とポイントカードを取り出してくれます。さらに、車椅子の非常機に取り付けてある自作のテーブルをセットし、お酒を置いてもらいます。カバンからストローを取り出し、上司に刺してくれるまで何も言わずに対応してくれるのです。カウンターにはリフト機能を使い、椅子の高さを合わせます。さらに、立ち上がることで友人と目線を合わせながら会話と食事を楽しんでいました。お店に入ると人気の商品は目線の高さに並んでいることが多いものです。その商品をスタンディング機能を使い確認します。
手を伸ばして取ることができないので、確認した商品を店員さんに伝え購入します。ショーウィンドウも立った目線で見ると美しく見えるように展示されています。立ったまま移動することでウィンドウショッピングを楽しんでいました。ライブ会場を探すためにお店のフロアガイドを見ている堀内さんです。首の可動域に制限があるためティルト機能を使い目線を上げていました。いよいよライブ会場に到着です。堀内さんは他のファンと同じようにグッズを買うために並び、他の店舗と同じように店員さんに手伝ってもらうことで支払いを済ませます。今日はスタンディングのライブです。堀内さんはロックを聴くときには立って楽しみたいという思いを持っています。残念ながら実際のライブ映像を撮影することができなかったので、ここからはプルモビールのプロモーションビデオです。実際はこのライブよりも激しいものでした。観客は前や後ろに移動し、音楽を全身で楽しんでいました。堀内さんの場所は指定されており、移動することは許されませんでしたが、堀内さんは立ちながら音楽を楽しみ、時にはリフトアップしたまま座ることで休憩し、2時間のライブを楽しんでいました。こちらはストローをあらゆるコップにつけるために堀内さんが開発したボールペンのキャップです。同じ機能を持ったモズが手に入るということで、大変活動的な堀内さんは食事の後カラオケに向かいました。手でマイクを握ることができないので、空いたジョッキにマイクを入れカラオケを楽しんでいました。ホテルに戻るとベッドに移乗することはなく、車椅子のティルト機能、リクライニング機能、足台振り上げ機能を使い快適な姿勢を作りました。そのまま布団をかけてくれというので布団をかけると、堀内さんは誰よりも早く深い睡眠に入りました。次の日の朝です。モーニングコーヒーを楽しむ堀内さん、人生の糧と呼ばれるものを楽しみ充実した笑顔を見せてくれました。帰りはバスではなく電車を使って帰るということでした。駅員さんにスロープを用意してもらい、難なく乗り込んでいきました。大変柔軟に動く車椅子はあらゆる場面に適応することができ、合理的配慮を得られることにより重度の障害を持っていても社会参加と自立を得られることが可能であると実感した一日でした。私自身もそうだったように、もしかしてあなたの知らないあなたに出会えるかもしれません。